一目の自己さんきじゃないです。今日はね、株の味噌汁食べます。もう作っちゃった。やっぱね、調理パートはね、ほんと取るのに時間かかってパワーいるんで先に取っちゃいました。株をね、味噌汁に入れるって多分食べるの私は初めてというか、まあ多分昔食べたことあるかもしんないけど、株とネギとワカメだけかな。まあ、株は変な形で切っているので、これ箸で掴みづらそうだな。こんな感じ。株をね、2つか、株2つ入れて味噌汁大量に作ったんで、これを食べようと思います。あんまりおかずとか買ってないというか何もないので、納豆以上。いただきます。なんかチケ、なんかいつもとちょっとカメラ違うか。まあいっか。まあいいでしょう。まあ私の顔がこう映ってればいいでしょう。そういうことでしょうね。ご飯、味噌汁、納豆。いいね、朝ごはんっぽいね。うん、まあ美味しいね。カブはね、なんかまだ1個だけ残ってて、カブってなんだろう、あんま買うことないんだけど、こういう感じか。どうよ。ああ。なるほど。大根より甘くて、なんだろう、まろやかなんだな。ねえ、カブ俺大根と一緒かなって思ったんだけどね、結構違うね。あ、これ美味しいな。なるほど。カブって多分なかなか買って食べる人いないと思うけど、どうなんだろうなって思ってるんだけど、カブって結構食べてんのかな。カブをね、そもそもなんか生で買うことって自分はほぼないんだけど、まあ、今回ね買ったんだよね。よし、今日まだ、もう一個残ってるから、このカブね、これを、先ほど味噌汁に入れて、まあ、これ皮むいて、切って入れてるんだけど、うん、こっちの茎、これも全部ね入ってます。そうそう、だから多分食べられるらしいので。あ、でもカブってね、大根のような臭みとか、なんつんだろうな、苦味みたいなのもないんだな。カブはすっごいすっきりしてる。うん、知ってるかもしれないけど、まあ主に食感があるだけか。茎はね、まあシャクシャク言うぐらいかな、ね、そこまで特別なって感じはしない。あ、美味しいね。カブ、あれ、カブって美味しいんだな。気づいたね。残りのカブ多分ね、これコンソメスープとかでなんかうまいこと煮たら美味しいかもしんないな。鶏肉があるから、鶏とコンソメとあと玉ねぎとか入れて煮たら、煮込んだらうまい気がする。ちょっと予想外だったな。 あえてかぶって大根でいいじゃんって思ったけど、全然違うな。そうそう、大根と一緒だろって思ったけど。あ、そう、そうなんだよ、気づいたね。結構違う。なるほどね。買うかな、また。カブって自分の中ではこう4月の野菜というか、かなり春の野菜だなって思ってて、うん、まあでもなんていうか、やっぱり寒いから、うん、今ちょうどカブ取れるっぽいね。そうね。これもこれ大きいカブ3つで180円かな。だからこれ1つでこれ60円ってことだわ。多分安いな。多分安いよね。カブ買うこと今までなかったから、ちょっと値段の、うん、高さの値段に関してちょっと分かんないな。そうそう、多分安いでしょ。変わらなすぎてね、株分からん、それが高いのか安いのか。株ありだね。ありあり。茎も食えるし葉っぱも食えるんだよね、うん、だから要するに全部食えるんだよね、株って。面白いね、そうやって食べれるのは。あ、うまっ。あ、うまいな。でもその間に納豆も食べよう。納豆もまたうまい。体重はね、どうだろうな、今そんなにそこまでむちゃくちゃやっぱ太ってるわけではないみたいだから、うん、なんかこういうメニュー見るとジョーさんどうしちゃったんですかと、あんなに食べていたやつは食べないんですかみたいな心配されるかもしれませんが、お金もあります。お金がなくて質素ではなくね、まあ、たまにはやっぱこういうのもね食べないといけないというか、食べたくなるよね。そうね。
納豆基本美味しいし、納豆も多分3個食べるし。あ、そうなんだ。やっぱ発見ってあるな。やっぱ思い込んでるものっていっぱいあるよね。かぶって大根と一緒だろみたいな。俺だっけかな。そう思ってるのはちょっと、まあ、うん、あんまりそういう人いないかもしれないけど、でもまあ見た目似てるし、味もなんだろう、そんなに変わんない。両方とも多分漬物になれるし、たくあんになったりとか、かぶの漬物、赤かぶ漬けとかなんかいっぱいあるから、なんていうか、あんまり変わんねえかと思ったら全然違うな。へえ、そういう学びがあるな。やっぱり自分でこう、やっぱ安いからね、こう手出しやすいんだよね。仮にこれ180円で買って美味しくなかったっていう風になったら、まあ180円の損失で済むしさ。うん、なるほどね。カブうまいな。カブはありだね。まあどうやったら保存というか大量作りでうまい感じになるか分かんないけど、多分買うかな。また、まあ、今おそらく旬というかね、シーズンっていうのもあると思うけど、カブはね美味しいね。これだけ美味しかったら多分ね、どうだろう、汁物はいける。あとどうやって食べるんだろうな、あんまりよく分かんないな。やっぱそんなになんつうか、やっぱ食べるものじゃないからよく知らないんだよね、食べ方をね。ちょっと暗い、うん、そうだよね、カメラ光の感じちょっとおかしいな。あー、まあ、この方がいいね。うん、そうだね。だからカブあんま買わないしさ、食べないから、ちょっと食べ方を知らないけど、なんだろう、ステーキみたいな食べ方も多分いけると思う、おそらくだけど。焼くだけもおそらく美味しい。だから火の通りが早いんだよ、多分こっちの方が、大根に比べて。だそういった意味でも多分割と調理というか料理はね、使いやすそうだね、カブ。まあこれ結構シーズン限定されると思うけど、多分今しか食えないんじゃないかな。違いは火通りやすいわ。そうそう、大根火通るの時間かかるけど、うん、カブは早いな。そうなんだよね。まあおでんしかりそうだけど、大根時間かかるんだわ。だからか、8等分に切って、あの大丈夫だっていう風に書いてあるレシピもあって、うん、だから頭上から見てこうバス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 の4回切り、うん、1,2,3 そうだよね。で結構上手にガッツにパカッて分かれたらもうそれで上等だって書いてあったけど、火通るか心配だったけど、それで確かに入ってるわ。そうそう、結構ね厚めだけどちゃんと火通る。あ、火の通りが全然違うね。そう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 、だからあんまり長いことやんないでサッとできるからいいっちゃいいね。あ、カブうまいな。気づいた。うーん、学びだな。まだこうやって美味しい野菜あんだろうな、きっとな。食ったことないけど見直した。でも皮むけって書いてあったから皮むいたけど、どうなんだろうな、カブの皮いけんのかな。まあいけるよねきっとね。大根も人参も最近皮むいてないからね。大根とか別に皮むいてもむかなくても食えるけど、うん、まあ同じようにいけるよね。うーん、うん、ありあり。なんだろう、西洋の野菜みたいな感覚があるな。そうね、カブに関してはなんかあんまりね、匂いとかが強くないというか、すっきり系なんだよね。うん、うん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 、肉とかコンソメと上手にやれそうな味だわ。そうそう、ちょっとお腹ゴチゴチしてるかもしれないけど、おかわり取ってきます。ああ、だからか。でも俺の感覚多分間違ってないわ。そういえばね、レシピとか見てると、カブの味噌汁ってね、大体油揚げ入ってるわ。そういや、あー、なんか今天の声やってて気づいたわ私。そうか、だからか。うん、油揚げ入ってると多分合うわ。あー、なるほどね。まあ肉じゃないけど、まあ肉もどきみたいなもんじゃん、あれって、油揚げって。あー、そういうことか。あとこっちに来てさ、変わったのがさ、うん、やっぱり道の駅でしかほとんど野菜買わないから、うん、大体すごい新鮮で、うん、でそれだとね、ネギとかもあの緑の部分がなんかシャキシャキで美味しく食べれるんだよね。今まで結構ね捨ててることとか多かったんだけど、こっちに来てやっぱり、ま、鮮度がいいからか。そうね、あの緑の上の部分ね、うん、この上の葉っぱの部分。そうそう、ニンニクの芽もそうだし、ニンニクの芽も今までニンニクの芽ってあの
なんつうの、白いところしか食わないのかなって思ったけど、緑のところも別に美味しいし。そうそう、緑の部分もうまいんだよな。なんか野菜のね、食べれる範囲がなんか広がった気がする。広がったというか、なんかそういうものを買えるんだなっていうね、感じかな。まあ場所を選べば。そうね、多分だけど、あんまり時間が経ってくると緑の部分ってやっぱ傷みやすいんだよね。まあ、ちょっとあの家で放置してるとすぐあの辺傷んでくるから、だからやっぱ新鮮じゃないと食えないっていう意味ではそうかもしれない。いいな、これまた買うかもしれないわ。まあ、シーズンだから多分出なくなっちゃうんだろうな。やっぱ季節ものだからうまいってもあるんだろうな。でもな、あるだろうね、あそういうのあるな多分な。まあ、地場地産地消かつ、まあ、地産地消だと必然的にその旬のものになるから。そうそう、うん、そうなるよね。うん、まあ、地産地消安い上にやっぱ必然的にやっぱうまくなる、ね、旬の野菜でね。うまいわ、こんないい感じに味噌汁できたの久しぶりかもしんねえわ。株やるな。いや、まあ、これは結構、ね、いただき物の出汁もまあいいんだけど、ちょっと 今俺話したかったんだけど、まあいいよ、これいけるな。そうか、そうそう、こういうのやっぱ食べるとさ、うん、やっぱまだいろんなものに挑戦した方がいいなって思うね。これはいけるんだ、ね。でもどうしよう、あのね、一個、まあ、すごい実は今ね、道の駅でいつもたくさん売られてて、でもね、まだ買ったことがないやつがいっぱいあって、それが何かっていうと、うん、山菜。山菜はね、なんだろうな、わざわざ買う気にならないんだよね。そうね、山菜って要するにこう野草で、野草の中でも結構、まあ、食べられるものっていうのが、まあ、自分の印象としてあって、ああ、まあ、大方あのなんていうか、その山菜の、まあ、定義としては近しいと思うんだけど、うん、でも逆に言うとその山菜ってこう人参とかさ大根みたいにいわゆる栽培用の野菜にならなかったわけじゃん、まあね、山で山菜として採れて、でそれをじゃあ、まあ、繁殖みたいなことをさせなかった、うん、分かんない、それが農業技術的に山菜の栽培をするのがまあ非常に困難とかね、うん、まあ、そういう理由があるのかちょっと分かんないけど、でも、あ、もし味が良ければしっかりとこう量産体制に入ると思うんだよね。そうね、で買いたいというそういう需要がもしあれば、まあ、買いたいという需要イコールそれを美味しいと思う人の数だっていうふうにまあ思うんだけど、そう考えた時に山菜をこうあえて好んで食べる人ってそんなにたくさんは多分いなくて、まあ、もちろんあの結構昔からその年配の方で昔から食べてて好きっていう人は多分いるとは思うんだけど、ね、あえてこういろんな今野菜がこう生産された野菜がある中でね、あえて山菜に行く必要はどうなんかなって思っちゃうんだよな。たまにあのお蕎麦の上に乗っている山菜は美味しいんだわ。あれぐらいでいいんだよね。でもね、あれ以上は多分どうかなって感じしちゃう。どうなんだろう、皆さんは山菜はでもね、料理する人はね、なかなかいないと思うな。割と料理が楽しんで好きでやってる自分がしないってことは、うん、まあ相当料理がこう上手い人だね、上級者。まだ自分はあの初級者の上、初級者上ぐらいだと思ってるから、うん、下の上ぐらいで頑張ってるけど、そうな、まあ、かなり上級者じゃないと多分山菜のこの旬のタイミングで他の何かと合わせてこう料理とするっていうのはなかなかできないんじゃないかな。まあ、炊き込みご飯とかにしたら美味しいのかな、わからんな。炊き込みご飯にするんだったら、するには多分山菜買うと量が多すぎんだよね多分ね。そうそう、1パックの量多すぎて多分炊き込みご飯ではちょっとさばききれないぐらいな感じもするし。そうなんだよね、まあ食わず嫌いっていうのもまあ多少あるんだけど、山菜はねどうなんだろうね。まああえて結構ね見てるとね、その山菜の何が大変かっていうと、他にもねこうやっぱエゴい部分があるのか分かんないけど、こうお湯で処理をしたりとか、最初のねやっぱね処理が入るんだよね、工程が1個ね。その辺とかの手間とかを考えちゃうとなかなか手が出ねえんだよな、やっぱ山菜は。きっと多分その下処理が終わった後にまだもう一手間かけて、まあ、いわゆる本当の普通の調理をして、まあ、ようやく食べられるっていうところで、で食べられたとしてもどうなんだろうな、そこまでどうかな、自分の舌には合わない可能性も十分あるから、まあ、そういった意味でねちょっとね山菜は手を出しづらいんだよね。そういうことなんですよ。あと今のところは多分今俺が言いたいことは天の声が多分代わりに代弁してくれたはずだわ。最近あいつもなんか評判いいみたいだから。そうね。いや天の声システムはいいね。そうね。
なんでかっていうとね、こう編集をしてる時って基本的に体力がある時なんだよね。これはほぼ間違いなくてそうで、あのやっぱね、画面に向かって座ってるのって結構体力というか、疲れすぐ溜まっちゃうから、こう編集でこう今から作業やるぞっていう時は、そもそもね気分が乗ってる時、やる気があるし体力的にもまあいけるっていうタイミングだから、だからね、でもその一方でこう飯食ってる時って不調の時あるんだよね、たまに、まあ、たまにとか結構ね、まあ、見ててもらってる人に分かるかもしれないけど、あれ今日のジジコさん調子悪いっすねみたいな。あ今日でも良さそうだね。なんか言葉出てこないし話つながらねえしみたいな、そういう日もあると思うんだけど、まあペンの声だったら、まあ安定してまあ80点は取ってくれるね。まあ自分は最低甘めなんで常に。ここ60点って言わないね。まあ80はいけるだろうな。そうね、8割でもやっぱりリアル感もやっぱ出したいからね、その一方で。そうだね、だからまあこの、まあ、両立がいいかもね。両立、たまにちょっと食べてるんで、すいません、私が食べてる間ちょっと天の声さんお願いしますみたいな。そうだね、やっぱり食事をねしっかりこう、取るで、ね、なんだろうな、こうでも自分みたいな大ぐらいの人は結構共通するかもしれないけど、あのね、まあ健康上のことを考えたら小さくね、こう細かく刻んでいくのが多分いいと思うんだけど、やっぱね、口の中にこういっぱいものを入れてこう満たすという行為、それをそのものがなんていうかね、気持ちがいいじゃん。やっぱ口にいっぱい入れて、でもご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 ってして食べるのがやっぱなんか食ってるなという、あ、生きてるなっていう感じがするんで、まあ、それをやろうとするとやっぱ喋れなくなっちゃうんでね、まあ、2杯にしときましょうか。そうだね、さすがに3杯はいかん。3杯食いたくなる、まさか。あ、でもうまいな。やっぱね、こういうのがあるからね、やっぱね、最近ね、パンに行けないんだよね。あの、カブをでもうまく、そうか、洋風に料理したらパンともいけるようになるのか、やっぱね、まあ、だしとか味噌とかもそう、あ、でも味噌も洋風にはできなくないのか。そうか、それは俺の技術不足か。でもやっぱご飯とやっぱ合うんだよな、この辺のやっぱり、具材が。具材がというか、自分の調理方法だと。そうだな。そうね。パンに合うみたいな食べ方も、まあまあ、面白いかもな。パンに合うか。なかなか難しいんだよね。なんか和食の方が最近好きってのもあるしな。よかった。株買ってよかったわ。金融商品の株は買って失敗したこともあったけど、旬の株はなんだ。なんかそんなに大きな失敗はなさそうだわ。金融商品の株はなかなか難しいからね。農作物に限るよ。ちょっと混ぜるプロセス今日ガキだったけど。許してに。おお、滝のように入っていくね。これが糸切るのにめっちゃ大事なプロセスなんで。これで箸と容器の間のなんか粘り気もしっかり剥がせるという。これ優れものなんで、ぜひ皆さんもあのすごい勢いでやってください。そしてお米か。そうね、最近米さ 3.5 合で炊いて冷凍してんだけど、もうちょいでかいのにしよっかなって考え中です。そういえば炊飯器もっとでかいので買って炊いて、まあ、炊きたてのご飯が一番美味しいんだけど、まあなんていうか冷凍保存していっぱいパック作っとくっていう方が、まあなんていうか効率の面で言ったら良くなっちゃうんだよね、まあ、それでいこうか。それとも今のちょっと冷蔵庫じゃないわ、あの洗濯機でもねえわ、炊飯器か、使い続けるかっていうのはちょっと今ね悩んでるところ。次にもし買うとしたら家電はその辺かな、多分ね。気になってるかね、ちょっとだけ。ごちそうさまでした。食べたな。食べたね。よし、やるか。食べたなで寝ちゃいかん。よし、やります。じゃあ皆さん元気で、天の声も今日はありがとうな。はいはい、ほなまた。はい、じゃあね。